みなさんこんにちは。イエーイ、93年組です。イエーイ。ここでは皆さんからいただいた質問にどんどん答えていきたいと思います。イエーイ。普通に韓国語喋れんの？日常会話ぐらいは。すごっ。でもみんな言ってる人は喋れるでしょ。語学系のさ、スペイン語喋れる？ペラペラ。バリバリ？そう。あの文法とかがさ、なんかぐちゃぐちゃやけど、まあ伝わる。海外組それ言おうよ。そう、言ってこ言ってこ。普段どうやって勉強してますか？語学学校に通っています。独学です。去年1年は教えてもらったり、あ、すいません、すいません、かぶっちゃった。どうぞどうぞ。かぶるよね、これ。どうぞどうぞ。タイミング、タイミング。やっぱ手あげる、しゃべる人は。はいはい、単語は聞く単っていうので学んで、なんかそういう文法とかちゃんとしたのはオンラインで教えてもらってます。一ついいですか？はい。田尻さん、パンフレット見ないでこっちの会話戻ってきてくださいます。はい、行きます。ナイス、素敵。うちさん、そういうところですよ。ほんと。全然可愛くないから。可愛いわ。許される人と許されない人いるから。まだやってる、まだやってる。許されない人か、私は。まあ、ほら、語学の話聞いてたの、海外組に。うん、聞いてたよ。みんなスクール行ったりとか、ヨーコは聞く単とかでやってるんでしょ。ちゃんと聞いてるよ。カンナは？うちは去年1年はもう完全に独学でやってたけど、今年からは学校行ってる。独学とさ、やっぱ学校だとさ、身につくさ、速さとか違うの？どうだろう。そりゃそうか。でもなんか分かんないことを英語で言われても分かんない。で、英語で教えられるわけじゃん。分かんないよ、分かんないことを英語で説明されるんだもん。そう、分かんないって言ってんのに、それを英語でまたバーって言われても、いや、だから分かんないってなっちゃう。あ、そうだよね。なんかさ、いや、じゃあ、なんか授業しててさ、パッて見たらさ、みんななんか始めてんの？何してるか分かんなくて。いや、なんかそういうのは分かるけど、なんていうの？言いたいことすごい分かる。なんか例えば、副詞とか形容詞とかいうのを最初、その英語の単語すら知らなくて、でもここは形容詞を使うんだよって言われても、だって何言ってんのみたいな感じになるわけ。形容詞で単語知らないから。もうなんかそういう段階、学校だとちゃんとするから。でも独学で自分でやったら自分の知りたい言葉を自分で勉強するじゃん。自分が喋るような言葉を。だからそっちの方が自分が使う英語は使う。うん、学べる。いっそ。どうだろう、どっちがいいかはわかんない。でもドイツに来た時にマッチでやってもらったら。違うのものさえ頑張ってや。この時間に投げないよ、さつまいも。
そのパ？どうも。あ、クミさん、すいません、どうぞ。どうぞ。いや、なんか、今は英語だけど、ドイツ語の時も大変だったなって思う。あ、そうなんだ。なんだけど。大事なこと聞こえない。無理。なんか、欲しかったやつだった、今。笑い分かってるレベルだったよね。どうしよう。クミいいよ。クミいいよ。え、ドイツ語の方がの時はそのマンツーで教えてもらってて、今はまあこのコロナの状況で独学なんだけど。ビビんなよ。なんか独学でやっても学校に通ってもあんまり変わんないって言ったらおかしいけど、まあ、ドイツ語はさ全く吸収してないじゃん、育ってきて。うーん、最初から英語は分かるもんね。っていうのはあるけど、でもなんか変わんないかなと思っちゃう。あ、全然分かんなかったもん。分かる。なんか学校行くとかよりやっぱ普通に家族と一緒に過ごすとかどっかとか友達とたくさん話す方が全然覚えれるし、会話で使えるから、うん、やっぱそういう友達と話すのが一番だなって思います。だから結構チームメイトとかとご飯したりとかするかも。だから、うん、その絶対そっちの方が伸びるよね。うん、本当に。そ、教材やっててもさ、なんか絶対それ使わないから覚えなくていいよとかみんなに言われるしさ、そうみたいな。だから絶対チームメイトといた方が伸びる。全然違うしね。前わかんない。英語喋れる人が結構多かったから、なんか英語同士で話し合ったりとかしてた。うーん、からあ、ドイツの時に、うん、取り残される。うん、わかる。なんかさ、英語もさ、その国の言葉も喋れなかったらもうさ、取り残されるよね。うん、思うのは英語が一番大事って思う。うん、じゃあ次行こう。え、次行こう。次誰？あゆじゃね？そうよ。あ、じゃあじゃあ。サッカー選手以外での憧れの職業。おお、早い。めっちゃ早いじゃん、挙手。上がるね。1位。はい、1位、今。はい。歌手。まだ一瞬、ザヨンに見えてる。とりあえず、ここで聞かせてみてよ。とりあえず、何がいい？じゃあ、歌っていい？え、お箱、お箱でいいよ。お箱？いつもあれやん、うん、西野カナのさ。君が、これ外国人に言ってるんじゃないの？いや、知らないからさ。次行こう、次。大滑りしたじゃん。うん。はい、陽子じゃない、陽子手挙げてた。憧れっていうか、すごいなって思うの、YouTuber。あ、同じ同じ。でしょ、YouTuber ほんとすごい、もう尊敬。なれるじゃん、今からでも。なれてもさ、チャンネル登録数とかさ、毎日あげるとかさ、すごいよね。超大変じゃん、あれ。いや、面白いじゃん。うん、何見てんの？光る。そう。ヒカルチャンネルわかる？いや、なこなこカップルやる。こういうやつでしょ。あの、カメラに前見てなかった？2回目だよね。うん。エミリンチャンネル。あー、ね、エミリン、エミリンみたいなやつ。そう。エミリンチャンネル、フォーってやつ。そう。最近はあれ、チームだよ。赤西と錦戸の。あれ見てよ。あ、そうやって YouTube なん。ただただかっこいいよね。ただただかっこいい。
芸能人山田孝之。芸能人めっちゃ YouTube やってるよね、最近ね。うん。中里依紗さんの面白いよ。面白そう。中里依紗さん。渡辺直美も面白いよね。ああ。うん。間違いなく。みんなとご飯とかしてたよね。うん。あと、明太子大悟。ちなみに何だったの？クミ。クミシーあげてなかった？あげたよ。憧れでしょ？うん、一緒。まさかすぎるんだけど。なりたらなりたいって感じ。小学生の君は。なんかドラマ見て、めっちゃ医者になりたくて、うん、本田さんに言ったことあるもん。やばい。医者になりたいんだけどって、結構ガチで言ったら、結構ガチな顔だったっぽくて、自分が。それで監督も、えみたいな。いいんじゃないみたいな。よくねえだろ。視察だな。で、勉強したの？いや、それで親に言ったんよ、おふくろに。うん、そしたら、はバカじゃないのって言われた。ちょっと待って、おふくろ読みなよ。おふくろ読みなよ。そうなんだけど。じゃあ、自然におふくろ出てきた。え、みんな何お母さんって呼んでんの？お母さん。うちママだけど。おかん。ママかわいい。ママ。ママって呼んだことないんだけど。いや、そりゃおふくろだもんね。いや、何歳からおふくろなの逆に。でも、もっとどういうタイミングで切り替わるの、おふくろに。小学生とかからおふくろとか呼んでたら、衝撃なんだけど。じゃあさ、子供。親父って呼んでるの、お父さんは。親父。高校3年ぐらいからおふくろかも。それまで。それまでなんて呼んでたの？いや、それまでは、あの、反抗期だから。呼ばないの。呼ばないの。多いみたいな。多いみたいな。じゃあさ、初めておふくろって呼んだ時のおふくろの反応はどうだったの？ほんとほんと、それ気になる。気になる。え、ナチュラルだったと思うんだけど。ナチュラル？ナチュラル？何ナチュラル？え、おふくろってなんなかったの？いや、なんなん。おふくろ？反応したの？普通に。おい、みたいな。ちょっと分かんなくなったから。そんなことあるかい。いや、もうさ、兄貴がさ、おふくろって呼んでたから。兄貴。欲しいやつ全部くれるな。次誰？質問。次は長島。長島、うん、さっき言ったよ。クミじゃない？いやあ、この中で一番男気がある人または女の子っぽい人は誰ですか？男気。男気ってどういう？引き出して滑ってるやついる。わ、すごい手の手のここトゥルントゥルン。光ってた。ちょっと。ちょっとビデオの停止しとくわ。ユーミンって出るからやめて。それな。マジでそれ。かわいい。かわいいユーミン。かわいい。でもみんな何結構美容系気にしてんの？気にしてんの？女子力高いのはさ、ダントツでアユじゃないの？アユでしょ。アユ、カンナも。カンナもすごそう。カンナも高いの。ネイルとかしてるよ、ね。カンナ高くないよ。え、なんかでもさ、結構イメージでそう言われるけど、ほんと人並みのことしかしてないけどって思う。違うよ、みんな多分そう、人並みじゃないからさ。人並みではないと思う。みんな人並みまで行ってないよ。え、逆に長島とかさ、化粧水とかつけてんの？化粧水はつけるえ、つけねえの？化粧水ぐらいつけなよ。化粧水は絶対つけよう。いや、最近はつけるようにしてたけど、一時期はあの、なんていうの、顔とかもボディーソープで洗ってる。
やばい。やばいね。おじいちゃん。坊主の人もボディーソープで全部洗っちゃうみたいな。そうそう。やばいね。でも最近は意識してるよ、髪の毛とか痛むから。じゃあれは日焼け止め、日焼け止め塗ってる？あ、塗ってない。みんな塗ったとしたらやばそうじゃない？塗った方がいいよ、クミ。待って、みんな塗ってんの？日焼け止め塗ってる人。はーい。ちょくちょく塗ったり塗らなかったり。マジで？ね、シミだらけになるよ。本当にシミだらけ。いや、もうシミすごいよ。冬でもさ、目って塗る？うん。それ聞きたい。年中塗ってる。やっぱ来てから塗ってる。それは。でも、しかもさ、あゆあれでしょ？日焼け止め塗ってファンデーションみたいなの塗ってる？あ、塗る。夏じゃん。夏じゃん。塗る塗る。一緒じゃない、一緒にしない。あんたナチョなんか乗せてたよね、なんか乗せてたよね。そう、マジあれ最強だから。このファンデーションいいですって言ってたじゃん。うん。ウォータープルーフ完璧だから、マジで。マジでキャラじゃねえよ。そう、落ちちゃうからね、日焼け止め。でもあゆは本当昔からさ、めっちゃ塗ってるイメージあるわ。うん。中学生ぐらいの時から。確かに、すごいね、それ、うん、塗ってた。多分小学生ぐらいの時から塗ってたよ。マジ？マジ？小学生の日焼け止めの存在すら知らなかったわ。間違いねえよ。でもそのレベルだよね。ねえ、うん、選んで小学校高学年ぐらいから。でもお姉ちゃんがいたからじゃない？あ、それはあるかも。あゆはさ、塗ってるから焼けないの？それともさ、焼けにくい体質なの？でも焼けにくいと思う。てか、もともとがもう全身が白いから、多分なんかもともと白いプラスなんか、でも日焼けして赤くなって戻るから、多分年とか取った時にやばいかも。でもなんか黒、シミとかになりやすいっていう、なんか吸収しちゃってるからって言うけど、だから怖いよね。だからクミンやばいよ。やばいかな。クミンもちゃんと日焼け止め塗って、上からこうファンデーションで抑えた方がいいよ。ゲボ吐くわ。ちなみにファンデーションとか買ったことないっていうか、どういうのがファンデーションっていうの知らないんだけどさ、まあ、そこからでもどういうのがファンデーションやろうとしてる気持ちなの？やばいんでしょ。最後にこれ個人的にもさ、絶対聞けって言われちゃったから聞くけど、誰に言われたの？お風呂、お風呂、真剣にね、真剣なやつ？うん、なんか深い、深い。お、深い。その人は友達じゃん。その人は友達ですか？なんで？友達ですか？うん。あ、みんなが？ここに、みんなが？友達。うん、友達。いや、あ、そういう、なんかちょっと、いや、友達みたいな感じじゃなくて。バレラ友情永久不滅。バレー花パネバレラ、みんなに聞いてもラブラブ一緒一緒なかっこダメだ、うん、真面目に友達だけどさ、なんかどういうふうに考えてんのかなみたいな。はい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 、うん、なんかすごい人たちが多いじゃん、この年代だから、すごい刺激になる。みんなまだ26、27になってもサッカーやってる人多いし、
あ、頑張ろうってなる。自分も頑張ろうってなる。みんなを見てたら。なる。うん、高め合える仲間みたいな感じかな。ベリーグッド。どう？もう3回と。いや、高め合える仲間ってことやね。うん。普通の友達は違うよね。なんか、ふざけられるだけじゃないし、お互いサッカーやってる状況だから相談できるし、ちょっと難しい、わかんない。でもまあ、ふざけられるし。楽しいことも、苦しいこともね、お互い知ってるから。いい意味ですごい意識してるかも。うん。なんか変になんか意識してる、なんか、感じじゃなくて、なんか他の人が頑張ってたりするのとはまた別っていうか、なんかための人が同じチームとかだと特に頑張ってたり活躍してる姿見ると、あ、自分もって刺激になるし、まあそれは他のチームでも一緒だし、なんか人それぞれだと思うけど、上とか下とかじゃなくてためってなんかすごい特別かもしれない。うん。心に響く。わかるわ。すごい。いいね。別に悪い意味じゃないけど、仕事の仲間って感じかも。意味わかった？待って、春なんかすごい止まってる。川島の一連の流れからの来て、仕事の仲間って聞いたら、ちょっと止まる。なんか、だってサッカーやってない限り、出会ってないじゃん。うん。だからこそ、その出会いってすごいなって思わない？サッカーやってて、多分同じチームとかになってなくて、たまたま代表とかで一緒になって、うん、サッカーして、気も合うし、普通にプライベートでも合うし、サッカーだけじゃない、サッカーで繋がったけど、サッカー以外のとこでもずっと繋がれてるって素敵じゃない？なんかお姉みたいじゃない？素敵。メガネが余計にそうさせる。わかる、悪い意味じゃないよ。でも、その、なんていうの、まあ、サッカーが仕事だとしたら、言いたいことわかんない？うん、まあ、わかるよ。ちょっと絶対難しいんだけどさ。必要以上に関わらなくてもいいけど、みたいなことじゃないの？いや、なんか、お互いさ、まあ、辛いこととかはさ、まあ、すべてではないけど、まあ、わかる、気持ちがわかる部分もあるじゃん。だからそういうのも踏まえて、なんか仕事仲間、なんていう、うん、なんか言葉のニュアンスが下手なんだな。確かにね。だから地元の友達とかじゃないってことでしょ。そう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 。会社の同僚的な感じ？いる？ただの同級生とかじゃなくてってこと。ちょっと特別よね。そうか、そういうふうに言うかな。仕事の特別って仕事のあれじゃ、なんかちょっと冷たく聞こえるけど、いや冷たくないよ。え、感じてる？この熱量は。熱量はすごく感じるよ。ごめん、なんかうまく言えないから、ちょっとまとめて。なおちゃん。なお。なおちゃんまとめて。カンナお願い。ルナチ。ルナチって呼ぶのこのためだけだからな、たぶん。特別や、やっぱ特別。ルナチ。特別や。でもなんかさ、そう、試合とかでもあってもさ、なんか同い年だったら、なんか絶対、こう、なんていうの、話しかけようってか、あ、話したいなと思ったりするやん。するする。うん。だからそういう意味も踏まえて、みたいな。うん。でもやっぱ、小さい時か、小さいっていうか、中学生の時からさ、知ってる人多いじゃん、うん、どっかしら、うん。でさ、まあ、年重ねていくごとにさ、タイムリーで抱える悩みとか多かったりするじゃん。やっぱ年代が違うとちょっと理解しにくいっていうか、うん、だからそういうのとかもあるから、やっぱあの人今どう思ってやってんだろうとか意識したりするけどね。うん、確かに出会った時芋だったもんね、みんな。
いや、本当そうだよね。懐かしすぎる。皆様、ご清聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？機会があれば、またやりたいと思います。またねー。バイバーイ。バイバーイ。